クイズ松本潤、最初の問題。松本潤の誕生日は。うん、もう知らない国民いるの？います、いますね。これは多分大丈夫じゃないかな。まずは嵐の模範解答を見てみましょう。こちらです。8月30日最近さあ、うん、それでは皆さんの回答を見てみましょう。まずは奈良タージュチーム、8月30日正解。ちょっと待ってどうしました？みんなでちゃんとこう正解してるから。そこじゃないんだな。一回座っていただいて。松本さん、次の問題いきますよ。終わったらちょっとな、集まって。松本潤が自分を花に例えるなら。このイメージはでもないかもな、みんな。これはね、でもコアな人はわかるかな。さあ、それでは嵐の模範解答を見てみましょう。ラベンダー、色ね。さあ、それでは皆さんの解答を見てみましょう。松バラ、元バラ、ジューひまわり。ということで正解はなりませんでした。最終問題でした。そこまで。大好物ですか、これは。餃子でってなかなか珍しいですけどね。確かに、なんか麺がね、麺のイメージですもんね、うん、唯一無二の味ってサラリーマンの方がおっしゃってた、うん、ああ、辛うま。へえ。酸味は？酸味はね、程よいです。あ、そんなにきつくない。きつくない。酸味よりも、酸っぱいのは事実だけど、ちょっと辛味の方が強く感じるかも。はい。あ、すっげー餃子がでかい。餃子、綺麗な餃子だ。綺麗な。もうなかなか綺麗な餃子だなってボソッと言わないですけど。さすが息子。さすが息子。これ綺麗ですか？握り方がいいね。握り方。目の付け所が違うんだよね。あ、うめえ。いいな。スープも単体で飲んでもうまいんだけど、はい、このね、餃子がね、まあ、全然違う。あの、このね、スープに合うように、なんかいろいろ多分施されてる気がします。なるほど。ちょっと待って、これ染み込ませようとしてるやつや。おお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 お。それでは正解した松尾さんには肉とスパイス陣なりの和牛ホルモンマサラのご褒美でございます。お見つけました。何見つけた。いい顔するんだよな。見つけちゃった顔してるよ。いいっすか。はい、僕の中のホルモンの、うん、出た。久々に出ました。いや、それ欲しい。めちゃめちゃうまい。こんなコラボあったんだって感じ。そんななんだ。これ食べる？あ、いいっすか？ちょうどね、水来るまでの間。うん、水来るまで。水だね。喉潤しといて。潤う。辛いっすか？古いな、なんか。やめろよ。おい、恥ずかしいじゃねえか。やめろよ。どういうんだ。古いは一番ゲンス。